チケットトゥライドはアラン・ウーン作のボードゲーム。2004年にレズ・オブ・ワンダー社から発売された。プレイ人数は2人から5人。北アメリカ大陸に鉄道路線が描かれたボードに列車のコマを乗せて自分の路線を引いていくゲーム。2004年ドイツ年間ゲーム大賞大賞受賞。ドイツ語版はツーク・ウーム・ツーク。フランス語版はレア・ベントゥリエ・ジュレールとして発売されている。 各プレイヤーは自分の色の列車コマを45個持つ。9種類の列車カードを山札から4枚引く。乗車券カードを山札から3枚引き、そのうち2枚以上を持って、残りは戻す。列車カードの山札から5枚を表を向けて場に並べる。自分の色のマーカーをボードの円の得点表示場所に置き、ゲームを開始する。プレイヤーは自分の鉄外に、 次の3種類のいずれかの行動を取る。以上を繰り返し、誰かの列車コマの残りが2つ以下になると、あと一巡してゲームは終了する。それぞれの乗車券カードを公開し、達成、未達成に応じて点数を足し引きする。最後に、1筆書きでなぞって最も長い路線を作ったプレイヤーに最長路線ボーナスとして10点が加算される。点数を計算して、 最も点数が高いプレイヤーが勝者となる。最終目的がはっきりしているため、各プレイヤーは何をすべきかがわかりやすい。また、そのための条件も明快なので、短期的な目標も立てやすい。各区間は1本、または2本の路線しか引けず、早いもの勝ちである。他プレイヤーの動向を気にしながら重要な路線を抑える必要がある。 必要な路線を取られてしまうと遠回りの路線を引かねばならなくなる。できるだけ主冊を増やしてから効率よく進めたいのと、早くカードを使わないと先を越されてしまうかもしれないのがジレンマとなる。乗車券の選択も重要である。長距離の乗車券はポイントが高いが、未完成だとマイナスとなるリスクもある。また、 複数の乗車券で重複した区間が多いと効率が良い。ソロプレイの間隔が大きいと同時に他プレイヤーとの競争も重要である。ただし、利害が衝突するのは通常は部分的であり、他者と邪魔し合ったり競り合ったりという要素はそれほど強くはない。勝負はカードの引きによる部分も大きく、戦略と運の両方の要素が含まれる。総じて、 初心者にも楽しみやすいゲームであると言える。多くのシリーズ作品が発売されているが、特殊ルールを含め、コマの数や目的地カードの枚数など、ルールに差異がある場合も多い。新しいマップのほかコマやカードなどがすべて含まれているセット。オリジナル版がなくても遊ぶことができる。マップやコマ、カードが追加されるセット。プレイするには他に基本セットが必要となる。 ありがとうございます。